こう人に対してよく悪口を言う人っていると思うんですよ。まあ、多少なりね、こう腹立つことがあったりとか、自分に対して理不尽なことがねあったりした時にこう愚痴っぽくなるとか、その人に対してこう腹立つとかは僕自身もあるし、気をつけなあかんなとは思ったりするところなんですけど、人の悪口を言うことが日常になっているというか、癖になっているというか、で、はたまたそれを面白いと思って言っちゃってる人とかって結構いると思うんですよ。で、僕はそういう人たちとはこう、もう積極的に縁を切っていってて、関わらないようにしてるんですけども、こう、二つ理由がありまして、一個は母の教えですね。僕は母親から、ね、僕もそういう時期やっぱあって、人に対してこう、あいつムカつくね、あいつムカつくね、みたいな、いろんな人にこう言うてる時があって、で、おかんに、中学生ぐらいの時かな、言われたのが、例えば、A さんという人が、A さんという人に B さんの悪口を言うたとする。で、またまた次の日 A さんに C さんの悪口を言うたとする。で、また違う日に A さんに D さんの悪口を言うたとする。そこまでされるとやっぱ A さんは、あ、こいつ陰でも俺の悪口とか言うてるんじゃないかな、みたいな。ね、思われるよって言われて、確かにそうやなって思って、で、そういう風に考えてるとやっぱり人の悪口を言う癖がついてる人っていうのはやっぱ陰でも俺のこと言うてるんやろなって思うようになって、で、実際やっぱり人間性をなんかそういうところで垣間見れるなっていうのがあって、こういう人は関わらん方がええなと、自分にとってもマイナスになるしって思って、で、もう一つの理由がやっぱ僕は表現をして生きてる人間なんで、表現する上でやっぱ人の悪口ってマイナスの空気しか作らないんですよね。マイナスの空気を作るというか、一緒にいて面白くないんで、そんな難しい言葉使うわけじゃないですけど、一緒にいて楽しいなって思わないん で、この人と何か仕事なり作品作りなりしても、まあきっとそういう面白くない、誰かを傷つけるようなものしか作れないんだろうなって思った時に、やっぱりそういう人らとはつるまん方がいいなとかって考えたりして、深い縁を切っていったりするんですよ。で、まあまあ僕の友人には、まあ、幸せな話ですけどもね、あんまりそういうタイプの人はいないんですよね。で、僕がそういうなんていうかな、人を傷つけるようなものは作らないでおこうとかって考えやるから、類は友を呼ぶじゃないですけど、ありがたいことにそういう友達が多いのかなって自負してるんですけども、中にはやっぱいるわけで、で、10年来の友人がいるんですけども、10年来の友人がですね、最近ちょっと SNS の方で荒れておりまして、僕は縁を切ってやろうと思って、まあ、本人には言うてないんですけど、言うてないというか、僕は去年言いました。過去にもそういうことがあって、過去に彼は、それで大きな仕事を失ったりとかっていうことがあったにもかかわらず、今まさにまた同じことをしてるんで、俺はもう黙ってんよ切ってやろう、俺去年説教したしって思って、そういうことすんなよ、もうお前痛い目見てるやろっていうので言ったんですよ去年。で、また同じことをしてるんで、僕はもういいかなと思って、もうね、そういうことをしてしまうような人間はいかなる理由があろうとも、これ以上ないやろなと思って、何か一緒にいていいこともないやろうし、もしかしたら悪いことはあるかもしれへんしっていうので、いや、もういいかなと思って、で、
まあ、ある人の悪口を言ってるんですよね、その人は。で、一応10年代の付き合いの友達ですごく深い関係の仲やったんで、気になるわけですよ。どっちが正しいとかもないと思うんですけども、明らかに喧嘩して分が悪い相手なんですよね。こう一連のやり取りを見てますと、どの方面から切り取っても分の悪い喧嘩をふっかけようとしてるんですよ。で、何が問題かっていうと、さらに何が問題かっていうと、その友人というのはもう僕より年上の人間なんで、もうこれ以上人間性は変わらないんだろうなと思って、もうちょっといいやと思って。で、去年僕は説教かましてるんで、もう今更直接本人にも言うことはないなと思って、一方的に縁を切ろうと思いました。恥ずかしいと思ってほしいです、本当に。そういうね。いや、多少あるんですよ。僕ももう腹立つとかはあるんですけども、SNS ってそういうこと発信する場じゃないし、で、何より芸能活動をしてる人間なんで、SNS の場で自分の思想なりは絶対表現するべきじゃないって俺は考えてますんで、違うなーって思いました。